グラングリーン大阪にやってきました。大阪の中心とは思えないほど豊かな緑が広がっていてとても気持ちがいいです。今週金曜日に先行町開きを迎えるグラングリーン大阪。自然と都市の融合をテーマに新しい町づくりを進めていて、その広さはなんと9万平方メートル余り。甲子園球場 2.5 個分にも当たります。1日およそ73万人が利用する JR 大阪駅とは地下の通路でつながるほか、新しく設置された陸橋でも行き来できるようになり、まさに駅直結という好立地です。シンボルとなるのが梅北公園。広さは4万5千平方メートルあり、グラングリーン大阪のおよそ半分を占めます。ちょっと座ってみます。あー、ちょうどいい。硬すぎないので、と座り心地も抜群。その芝生広場とイベントスペースを一体的に利用して、最大1万人規模の音楽フェスなどが実施できるということです。大屋根もついているので雨でも開催が可能です。庭園の空間、色彩ガーデンにはおよそ320種類1500本もの花や木があり、都会の喧騒から離れ憩いの時間が流れます。その広い敷地にはこんなものも。ユニークなアート作品を探すのも広場の楽しみ方の一つです。こちらのアートには座ることができるということなんですね。あ、ちょっとひんやりしていて気持ちいいです。散策などを楽しんだ後は、敷地内のレストランからテイクアウトしたサンドイッチとワインで一休み。おしゃれやな。いただきます。お野菜がシャキシャキで美味しいです。すごくヘルシーですね。緑に囲まれながら食べられるのはすごく落ち着きますね。またスタートアップ企業や研究施設などが集い、新しいアイディアなどが生まれることを目指すイノベーション拠点も誕生。今回の先行町開きには間に合いませんが、来年春には関西最大級の都市型スパもできる予定で、都心を一望できるプールも完備されるということです。さらに来年春にはグラングリーン大阪の南エリアに2つのホテルが開業予定。その前に今週金曜日オープンするのが、グラングリーン大阪の中にオープンするのが日本初進出のこちら、キャノピーバイヒルトン大阪梅田です。どんなホテルになっているんでしょうか。グラングリーン大阪北側ノースタワーに開業するキャノピーバイヒルトン大阪梅田。日本初進出のブランドで、10階から25階に308室が入ります。お値段は1泊5万600円からで、こちらの最高級スイートルームは180度ガラス張り。ありゃ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 、これあのグラングリーン大阪がすぐ目の前。ベッドに寝ながら大阪の大パノラマを一望できます。さらにこちらのホテル、宿泊者を楽しませるある特徴があるそうで、こちらなんですけれども、おうおう、はい、こちらの天井も黒門市場を模したアーケードのような形になっていまして、こちらのライトも、はい、大阪人が大好きなバンズの肉まんを模したような。これ肉まんですか。おしゃれすぎません。地域独自の文化を生かしたデザインにこだわり、ホテルの装飾にはおしゃれにアレンジされた大阪が随所に。実は VTR の冒頭で紹介したエントランスにも大阪を感じられるエッセンスがあったんです。それが天井に設置されたこちらの照明。たこ焼きの鉄板がモチーフになっていて、さりげない大阪らしさが旅行客を迎え入れます。
大阪の要素を感じられる場所は他にも。宿泊者以外も利用できるジャジャバー。アップグレードさせた大阪の居酒屋がテーマで、ワインで煮込んだ牛肉を使ったお好み焼きに。ではこちら、タコのハッシュパピーです。ハッシュパピー、見た目ザ・タコ焼きですね。たこ焼きそっくりのハッシュパピーたこ焼きと呼ばれるメニューも。いただきます。食感がたこ焼きと全然違います。周りがカリッとしていて、中はちょっとマフィンとかパンのようなしっとりした食感。ハッシュパピーというのが、そのトウモロコシの粉を練ったものを揚げたお料理があるんですけれども、そちらからも着想を得てこうフュージョンさせたようなたこ焼きになります。今回国内初進出となるキャノピーバイヒルトン、なぜ日本1号店に大阪を選んだんでしょうか。 We chose Osaka and Umeda because Osaka is known for its vibrancy, because of its culture when it comes to food, and there are more tourists who are visiting in Osaka than anywhere else in Japan. So this is the perfect place to launch our first lifestyle hotel in Japan. 大阪って多くの観光客が集まる場所で、ホテルもたくさんできていると思うんですけれども、そのホテルとこの場所、違いは何ですか？ Park has shopping, has high-end restaurants, you have great hotel experience, so everything is together, two in a mix, exactly like okonomiyaki. Yeah? So this is what Osaka is. So everything is mixed and everything is available under one roof. 大阪の魅力をふんだんに生かしたホテルが、グラングリーン大阪を訪れる観光客らを出迎えることになりそうです。